おはよう、今日はですね、1年に1度の母親の誕生日です、1年に1度、1年に1回以上あったら2回3回あったら困りますけども、そう、母親の誕生日ということで、まあ、ご飯を食べに行きます。予定では夜ご飯を食べに行く予定は決まっているかな。それまでは仕事かな。母上お誕生日おめでとう、ありがとうございます、ありがとうございます。いや、ちょっと母上がねまだいなくてね、YouTube 楽しい、ありがとう。いや、そう、なんかキッチンダイブさんとかにもなんかその YouTube の動画の出来がいいからこう伸びなくてね、もどかしいねというところ。そう、サンキューマザー、イエスさんマザー、ありがとう。おかえり神の妹、ありがとうマザー、こんばんは白様、こんばんは、ありがとう、ありがとう、カウントしてくれてる、ありがとう。マトル君おかえり、ありがとうございます。母親様お誕生日おめでとうございます、ありがとうございます、ありがとう。もしこの中にね、同じく3月9日誕生日だよって人がいたら教えてください。嘘はダメです。こんな刃かわいい、ありがとう、ありがとう。ベンタさん、葵仕事してるの？仕事って、そりゃ仕事だよ、だってあれだよ、通販だって仕事だよ。自分さ、全部葵ちゃんの活動のものは仕事だよね。こんばんはだけ打ったつもりになってた、打ったつもり、ありがとう。お客様お疲れ。オムライスかわいい、ありがとう。お弁当さん、オムライスかわいいはちょっと違う。今日ですか？そうです、今日です。今日葵ちゃんね、てか結構なんか知ってる人とか、なんか3月生まれ多いんですよ。でこの10日後にお兄ちゃん誕生日あるんだ、おいたんち。そう、3月ってなんかね、なんかケーキがいっぱい食べれて嬉しいなーって感じ。そうか、ゲーム動画撮るのも仕事かい。そう、その通りだよ、その通り。そう、よし、まあそんなこんなで、まあちょっと先にね、まあ、母上いないんで、母上が来たらクラッカーを鳴らすとして、それまでじゃあこちら、鬼滅の刃ウエハースディフォルメシール、鬼滅の刃ディフォルメシールウエハースの3開けていこうと思います。炭治郎と煉獄さんどっちがいいですか？炭治郎か煉獄さん。鬼滅読むのも、それは全部仕事だよ。そう、生きてる限り全部仕事。おやすみなさい、ありがとう、寝ちゃった、おやすみよ、ベンターさん。ケーキ食べるのも唐揚げ、そうだよ、そうだよ、あの唐揚げ食べるのも一仕事でしょ。そう、ケーキ食べるのも一仕事だ。煉獄さんにします。とりあえずかなお、違うよ。よし、じゃあ煉獄さん開けましょう、強そう。あ、今日いいの出るかもしれん、今日ママたん誕生日だからいいのが出るかもしれない。推しに生きてて偉いは言うけど。生きてて偉い、おかえりゆきやさん、確かにな、生きてて偉いね。まあ確かに、なんか生きるって大変ですよね、みんな生きてて偉いんだよね。でもね、生きるってね、当たり前なんだよね。でもね、そう、その上でどうするかっていうところだよね、ストイック。なんか誰も興味なさそうだ、あのね、あんま、みんな見てる、だ、種投げてる。使い方間違えた、んーよー、ありがとう。こんばんは、田中さんおかえりなさい。今日のテーマは生きる。深い、急になんか悟り開き始めちゃうよ、葵たん。いやー、今日のテーマはですね、まあリトルナイトメアでも。なんか YouTube なんかおかしくて、おかしいって言ったらなんですけど、なんか昨日ね、葵たん YouTube チャンネル葵たんの刃ゲームズに新しい動画を載せたんですよ。でそれの1個前の動画の再生回数がなんか100何十回だったっけ、130とか、まあそんぐらいだったんです、回数的には。そう、
なのに今日になったら80何回になってて、回数がこの再生回数が急に減る現象、何これ、何何見てる、ただいま、ありがとう田中さん、こんばんは。まあ、ということで、とにもかくにも、昨日ね投稿した動画結構ちょっとなんか銃でバンバンっていうあれなんで、よければ皆さんぜひご覧ください。そして高評価とコメントとチャンネル登録もお願いします。もうちょっとで200人。ザ・ノンフィクション大事、ナイトメアあの辺まではしたら、このそういやこれからだよね。青いたんでとんでもないやらかしをねしてるんですよ。ちょっと後々出しますけど、とんでもないやらかしをしてる青いたん。もう解いたの、リトルナイトメア2。まだまだね、最後までやってないけどもう終わりそう。オムライスこんばんは、こんばんは、くるってやん、おかえりなさい。チュートリアルが終わってこっから本編かな。そうなんかね、あれは体験版でもできるぐらいのところだったらしいので、そうですね、これからですよ。やばい、本当に結構リトルナイトメアはなんだろう、なんか結構ちょっとトラウマになりそうなイラストがちょいちょいあって、もうこんなちょっとほら、もうやらかしそう、やらかしてかバグです。バグが起こってとんでもないことが1個起きた。とんでもないやらかし分かってる。怖い怖い。クリアしたら貸して。えリトルナイトメア途中も少しはしてるけど流れ分からないから楽しみ。ぜひ葵ちゃんの叫び声をいっぱい聞いてくれ。YouTube の最初の再生回数は外数なり、外数って何、体験版は10のやつの初の穴まで。あーじゃああの後か、あの後だね、これからだね。母親が帰ってきましたので、じゃあみんなでお祝いしましょう。行きまーす母親、行きまーす、せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアママタ。おー隠れて、ちょ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 、ハッピーバースデートゥーユー、お誕生日おめでとう。見てででで、なんでお肉じゃないの、これは。ママタンこんな感じなんで、いつもそっくりそっくり、ぐでたまに本当にそっくり。だからママたん書きました、おめでとう、おめでとう、肩叩き券イエーイ、パチパチパチ、うん、今日もいい一日だわ。バグ神降臨じゃん。いやそう、バグが2回起きた。そう、あバグの方かなら分からん。そうバグです。違うの、何何、お、かけて、母親お誕生日おめでとう、お誕生日おめでとうございます、おめでとうおめでとう、パチパチ、あおいくちゃんおめでとうございます、おめでとうおめでとうおめでとう、ありがとう。ドッキリか、ドッキリ、母親誕生日おめでとうございます、おめでとう、カタタタタタゲーンどんどんそっくり、悪意がいやいやいや似てんのよ。ママタハビーバースデーバースデー、母親おめでとうございますギーをつけるのやめれ。こんばんは、みとかさん、こんばんは、おかえりなさい。ぐでたま見せて、ぐでたまこれです。ちょっとね色が濃くなっちゃった、ちょっと色濃いよねこれじゃ、ちょっとね、そうそっくりです。お母さん誕生日なんですね、おめでとうございます、ありがとうありがとう、ミトカフェさん。そう今日です、日付変わってサンキューです。ママおめでとう、あーキョンピもおめでとう、3月8日8日お誕生日おめでとう、素敵な一日を。あれじゃない、松井ジュリナさんと一緒じゃない、キョンピ、そんなことないかな。ありがとう八重さん、おかえり。ねね、何なんか今日は皆さんぜひねぎらいの言葉を母上にミクの日を覚え、そうミクの日かサンキューの日か、まああたりかな、そう結構そうなんで、はい、あスクショタイムスクショ最近勝手に定期的に、あちょっとグリタマが見えない、定期的に作るスクショタイム、わわよし、1万円もらった、1万円、ポポタンが1万円あげたらしいよ、ママタンに現金だ、ゼロが足りなくないえっ
ママタンがパパタンに1万円をもらってゼロが足りないよって言ってる。こんばんは、ハチエさん、こんばんは、3月9日の方が覚えられやすくてよかった。まあ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 、まあ、いいじゃないか、青田はもうじゃあ前日ってことで覚えたよ。サンキューの日っすか、そうサンキュー。ザクの日はママタンバースで、ザクガンダム、こちとらサバの日だし、いいじゃん。え、ミツバチの方が可愛いよ、でも多分多分ね。いつも葵がお世話になってますとかでいいの、なんで違うじゃん、違うじゃん。はじめまして、ありがとう、ゆうたさんこんばんは、ありがとう、おかえりなさい。パパターのプレゼントはユキチカ、現金うちダメなんですけど、現金プレゼント、現金、しかもゼロ足りないやつ。ママちゃんハッピーバースデー、バイシューでーす。いやご飯を食べに行きます。まあ鬼滅のシールよりいいよね。どういうことね。あれ、ナンバー家現金プレ、現金のはず。そうなんですよ。ユキチさんでゼロ一つ足りないとか、ゼロ一つ足りないというか枚数だよね。実質ママの子供ってことで、え？どうした、キョンピ疲れてるのね。よーし、ということで、まあママンがじゃあやばい、ウイハーそうした、ママンがお誕生日ということで多分いいシールが出ると思うんですね。ちなみに今落としたタイミングで青いたんは何のシールか見えちゃいました。まあそうだな、青いたんのじゃあ反応を見て、皆さん何のシールが出てください。いきまーす、3、2、1。おい。ごめんって、ネタバレ、ネタバレ。さあいかがでしょうか、シンキングタイム。てててれてて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 てれて、ねえ、悪そうな顔してる、やめてよ、やめて、信じて、私を信じて、ブーブーブー。何の歌。あ、そう、みんなにね、違うんだよね、みんなに見せたかったものがいっぱいあるんですよ。そうそうそう、まずね、まずだよ、まずこちら、いやシンキングタイムの間にこちら、でってでー、鬼滅の刃の、塗り絵帳です。塗り絵帳、これ発売されたばっかなんですけど、青と赤で2種類あって、なんかその塗り絵コンテストみたいなのをやってるらしいんですよ、5月ぐらいまで。なんでなんかその鬼滅で、選ばれたらなんか鬼滅グッズとか限定のものがもらえるらしいんですね。100人ぐらいもらえるらしいから、あいた応募しようかなと思って塗り絵して。おかしいこと言ってる、あいつ、これで奢ってくれって言ってんだけど、え、じゃあおかしいぞ、これ離婚だ、もう離婚しよう。おかしいじゃん。今パパタンがママタンに1万円あげたじゃん、それで、あのパパタンが俺にご飯をおごれっておかしくない、ねえおかしいな、離婚だな、離婚。パーじゃないわ。おかえりともさん、こんばんは、オムライスありがとう、ストコさんおかえり、あおいたんこんばんは、おくえちゃんおかえり、こんばんは。母上の推しキャラだな、母上推しキャラ、なんか微妙なんだよね。昨日行きました、あ見たね、バスストップさんね、あの食べきれなかったでしょ、あれ鬼滅はお腹いっぱいだよ、なんでよ、まだまだだよ、シンキングタイムに考えさせない作戦だよ、本当だね、本当だよ、バーンバーン銃だ。姫島さんか、姫島さん、塗り壁、塗り壁、塗り壁来たろ、離婚コール。娘が言うの長ないよ。おかえり、あおいたん、あおいたん母上ハッピーバースデーありがとう、ゆぴーさんおかえりなさい、こんばんは、ありがとうございます。なんでちょっとみんなでやろうよね、塗り絵帳、多分本屋に売ってるから、本屋売ってるからさ、みんなで塗り絵しよう、で応募しよう、塗り絵コンテスト、なんかね、インスタかなんかにハッシュタグ塗り絵コンテストみたいな、なんかタグつけてアカウントフォローして出すんだよ、だちょっとみんなでやろう。姫島変換できる、嘘、あれ出てこない、ナンバー家でもワンダーランド、ワンダーランドハッピー、お久しぶりです、腰長種のおぞ、ありがとう、スザクさん気持ちだから気にしないで、わかった、気にしない、ありがとう。塗り絵は苦手や、え、これはさ、わかんない、でも多分逆にだ、難しいよね、めっちゃうまくするかめっちゃ個性あふれるか、どっちかなんですよ、こういうのって選ばれるには。寝る前なんでごめんなさい、また次回まで、ありがとう、ありが
がとう、スダックさんありがとう。あれ、つくばエクスプレス皆川食べてましたが、おかずの残り泣く泣く、あ、おかずね、唐揚げね、もしかしたらあおいたんもね、結構丼とかボリュームあったから、派手派手炭治郎とか塗るのいいね。そう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 、だからちょっとそう、あのセンスセンス、立派なおかみさんに無残がなれる。確かに赤にすればいいじゃん。ね、何回な家族だ、何じゃ何の何番にしたのか気づいた？全然何も何も、みんな煉獄部屋とかあだ元のイラストは変えちゃダメよね。そう、まあ、でも確かに色はね、髪色は変えてもいいね、自由に。こんばんは、あ、プロフィアさんこんばんは、おかえりなさい。そしてですね、あ、ちょっとこれだ、これ出るかな、ちょっとあのまだちょっと段ボールから段ボールからちょっとあれなんですけど、何これ、うん、よいしょ、いいじゃんこれ、え、いいじゃん これいいね、寝床に。あおいたんが頼んだのどれだったの？あ、からおいたんは唐揚げ、あの岩下の新生姜のタルタル丼と、あと単品で10個買いました。次は丼いきますね、ぜひとも。ダークサイドに落ちた炭治郎にしたね闇落ち闇落ち。愛知広島移動、なんでどこ行ってるの？あ、いいね、楽しい。やっぱりかぶった、これいいじゃん。 あったかい、あったかい。これあれだ、よくなんかおいたんやるとギャグにしかならないんだけど、なんかよくさあるじゃん、なんかあれだって拾ってにゃんみたいなやつ、なんかおいたんやるとちょっと違うんだけど、ダンボールは銃で破壊すか、バーン、伝票を映り込む、大丈夫です、剥がしてありますから大丈夫です。いて、で、こちらですね、これです。なんと鬼滅の刃の全巻収納ボックスを通販でご注文しまして、届けました。まああるならね、こういうのあるならちょっとね、欲しいじゃん、欲しいじゃん、そうね、首だけ浮いてるみたいになってる。そう、とってもあれなんで、ちょっとまだ開けてないんですけど、そう、後でこれに入れようかなと思っております。ステアオイ、ステラレット行ってみたいんだよね、片道2時間近くかかるか迷ってる。いやー難しいね、難しいね、2時間、一気にホームレス感。あおいたん川で拾われたから、ちょっと何してるか意味わかんない。なんで嘘じゃん、松田くん、おいおいおい、拾ってけよ、でかいな全巻収納、そうすごくない？これちょっと開けようかな、開けよう。へえ、仕事、荷物、うん、荷物乗ってる。あー、仕事でなの、すごいね。鬼滅ファンは作詞だね、本当だよね。だってマックのハッピーセットだってさ、そうなんかね、ほんと柱出てないんだけど、買いに行く、ハッピーセット。またほんとな、ゼロ感もちゃんと入るの？そこわかんない、そこわかんないや。ちょっとこれ何、これはカッターでミシン目を切り取ってご使用ください。しおりみたいな感じかな。めっちゃいいじゃん、かっちょいい、かわいい。なんかさ、原作のねずこって本当になんか可愛いんだよな、美人、本当に美人。でこれは、これなんだろう、なんか仕切り的な感じ。これちょっと、あ、ネタバレ要素どっかの A 載ってたらごめんね DVD の第1巻によくあるやつ。いや、いい、あおいたんこういうの初めて買ったよ。いや、まずシールの答え、ちょっと最後に最後に、ハッピーセットは、じゃ、ハッピーセットはシール5種類なんですよ。で、あおいたんは5種類中4種類だけ持ってて、柱のシールがないんですよ。11時間、気をつけてね、事故にね。こういう時だけ全員とはかっこいい、わかるわかる、こういう時だけという。おー、いいね、うわ、めっちゃいいイラストだよ、見てくれこれ、見てほら、
あーめっちゃいいイラストだ。あ、いいイラスト。あーいいね。いやいいよ、いいけど本当なんかもうちょっと棚大きく出してほしかったけどね。うん、いやでもちゃんといるし、素晴らしい素晴らしい。こんな感じです。まあ、よければ皆さん、よければ皆さん、もう売ってないかな、どうだろう。あ、かわいい、見て、ちょっとこれかわいい、かわいい、これ見て。こういう時でしょ。転売防止対策って記事になったけど、ハッピーセット、あーね、まあ転売する人いるけどね、絶対一種持ってないの、ランダムなの。そう、ランダムなんです、ランダム、ランダムで、そうなんですよ。よし、はい、まあそんな感じでちょっと最近の鬼滅事情でした。ということで、では皆さん心の準備はいいですか。今日この鬼滅の刃ディフォルメシルエハース、何が出たのか、まあ母上誕生日なんでね、いいのが出たと思います。本当にね、いいのが出たと思います。いきます、3、2、1、でーやったー、しのぶだー、やったーやったやったやったー、ありがとうありがとう、みんなありがとうございます。しのぶだー、やったー。無惨の無惨の無惨、やおいたん春間誕生日おめでとう、ありがとうおりさん、ありがとう、おかえり、はいかいさん、なんでよ、しのぶさん欲しい。いやでしょ、しのぶ初めて出たよ。これはまあしのぶ柱はなんかあれかな、そう、あの全員多分レアなんで、そう、レアです。こちら、虫柱と呼ばれ、鬼殺隊の主軸である柱の一人、ナタグモ山では雲の鬼かっこ姉をやすやすと倒した。そう、まあ、このねちょっと刀が変わってると思うんですけど、先がこれでね、何、毒を使って倒すんですね。そう、いいな、欲しい、ランダムなの、ランダムハッピーセットでしょ。そのシールは母上にご献上ください。なんで、パチパチパチ、水の呼吸、ノン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 、虫柱、そう、虫挨拶だけで、ありがとう、またね、終了。あ、じゃオムライスありがとう、バリソー兄ちゃんありがとう、鬼滅の刃好きです、ありがとう、こんばんはご主人様。はい、ということで、終わりにしようと思います。改めまして、今日は一日、まあ、サンキューの日なんで、そう、あの感謝の気持ちを込めて、あー、まあ、いいか、明日にしよう。あのもう一個開けるものがあったんだけど、ちょっと明日開けます。サンキューの日なんで、みんな感謝を伝えていきましょう。あお姉ちゃんばんは、ありがとう、ぷぷらちゃん、なぜダンボールありがとう、こんばんは、笑ってる、ありがとう。5位、まつるくん、ありがとうございます。4位、はちえさん、ありがとうございます。3位、はやくさま、ありがとうございます。2位、ぞいさん、ありがとうございます。1位、もーちゃん、ありがとうございます。他にも種や50カウントをしてくれた皆さん、ありがとうございます。右上のハート白い方は毎日配信してますので、ぜひピンク色にお願いします。あと、あおいたんのツイッター、インスタグラム、ぜひフォローね、お願いします。ぺこりんちゃん、これからモノになるの、いいねいいね、モノコスモノコス。はい、ということで皆さん、明日素敵な一日になりますように。以上、あおいたんことランバあおいでした。